はい、どうも、メンヘラおじさんです。まあ、仕事終わって帰ってきて、動画撮ってます。というところでございます。で、まあ、地方選挙がですね、4月にあるんですけども、まあ、なり手がいないっていうことでですね、まあ、報道がされております。で、まあ、定員の数に対して、立候補者が、まあ、少ない、ところも、まあ、結構あってというところで、まあ、今、直近で見たところはですね、まあ、無投票で当選したんですけれども、30代の方で無投票で当選しました。でも、言うた報酬が23万円で、手取りが17万とかそんなんですと。で、和歌山の有田川市かな。で、言うたら3分の2が、言うたら後期高齢者でっていうようなところで、なかなか、まあ、難しいというところなんですね。はい。で、まあ、そういうようなことが語られていますというところでございます。はい。まあ、若者のその、言うたら、まあ、選挙の興味なさっていうのがですね、まあ、際立っているというようなところでございます。これは多分ね、ちょっと開けた年とかになると、収入が変わるみたいなんですよ。で、まあ、僕の田舎は月額44万。で、今僕住んでる市が66万なんですね。なので、地方議員をやるうまみっていうのは多分あると思うんです。なので、なんか自分が、もしそういう選挙に出れるなら、出たいなという、出たいなっていうわけじゃないですけども、なんか、まあ、仕事とは違うやりがいみたいなのあるんかもなとか思ったりはしてますね。見てる感じでは、まあ、言うたら、まあ、無党派というか、無所属の方も、まあ、結構いらっしゃったりとか、あるいは自民党に入ってるけど落ちる方もいらっしゃったりとか、いろいろなんですけども、今自分の YouTube が1028かななんですけども、僕の田舎やったら多分1300人が、当確ラインなんですね。で、今自分が住んでるところは1700人が当確ラインなんで、まずはじゃあ、その数字を超えていくぐらいの登録者を集めるとか、あるいは、まあ、老後、そういう活動をしたいというんであれば、じゃあ、あと20年で、まあ、YouTube は YouTube でこう集めて、で、今、宅建の勉強してるから、じゃあ、不動産、を言うたら、まあ、田舎なりこっちで、こう、言うたら不動産業の手伝いとかやりながら、まあ、言うたら、活動を広げていくであるとか、いろいろ、なんていうんですかね、その、将来像に向かっての、なんか、こう、数字、っていうのが頭に浮かんでくるんですね。なんかそれを思い浮かべながら、なんかいろんな展開ができるかもなっていうふうに考えるのは、個人的にはちょっと楽しくなってくるんでですね、そういうのをモチベーションにね、いろいろ活動できたらなと思いますけどね。はい。まあだから、なんていうんですかね、まあ、どうなんでしょうね。まあだから政治に関心がないっていうのは確かに問題やなと思うんですけども、まあどんどん人も減っていくんで、なり手も少ないんかなと思います。特にその、まあ動画で見てると、その、なんですかね、額面23万とかってほんまに、兼業禁止とかであれば、なんかやってもしゃあないやん感もやっぱり出てくるんで、なので、まあ、兼業ができるようになればね、だって3分の1ぐらいしか多分動かないはずなんで、まあ、それと兼業でできるとか、まあ、あるいは、なんていうんですかね、まあ、もっとこう、オンラインでできるとかになってきたら話は変わるのかもしれないですね。議会で顔合わせてやるっていうのがちょっと変わってくると。特にね、市町村合併で僕の田舎とかなんかもう広いんですよね。で、多分、議員さんとかもそれぞれ地盤があってっていうようなところだと思うんで、まあ、なんていうんですかね、そんな市のど真ん中に集まるのって結構辛いっすっていう人だっていると思うんですよね。片道に小1時間かかったりもするんで。なので、そういう、なんていうんですかね、いろんなものが変わっていくと、なり手が増えていくんじゃないかな、とか思ったりはしますね。まあ、それこそだから、僕、各都道府県の、まあ、特に、まあ、一定地域は、市町村全部僕、YouTube チャンネル持ってるかどうかも確認してですね、まあ、なんていうんですかね、どれぐらいの視聴者数がいて、とか、あと、新年の挨拶動画とか、まあ、いろいろ見てるんですけども、あれで全部こう議会の、なんですかね、まあ、言うたら本会議流しっぱなしにしてやるっていうようなところでやってみたりとかね、
街頭演説も、言うたらまあ今こんなコロナ禍なんで、こう YouTube で撮って演説してみたいな感じでやってみたりとか、まあ結構こう、ネットと選挙がこう絡まってきたらですね、まあいろいろ変わってくるのかなと思います。そのうちでね、なんですかね、まあ別に突拍子もないことを言う必要はないですけども、まあ、なんていうんですかね、やってる感があったりとか、あるいはその、まあお客さんっていうんですかね、まあお客さんちゃお客さんですよね。その住民の方とのその、コミュニケーションであったり、そのオンラインでのコミュニティであったり、そういうのをやっていけばですね、変わるような気もしますね、というところです。僕自身はなんか特定の政党、まあ、どっちかというと気になるのは NHK 党と参政党という、まあ、その新規の、まあ、左巻きではないけれども、ちょっとなんかこう、新参者が議員になりやすい土壌ってあるじゃないですか。なので、そういうところにまあ興味があるのと、まあ、自分自身がまあ結構こう、障害者福祉とか、そういうのに興味があるんで、なんかそういうのを共感してくれる方とか、いうところは興味ありますね。経歴だけで言ったらどうなんでしょうね。自民党とかの方が、なんていうんですかね、あれなのかもしれないですけども、まあよくわかんないですね。大阪の方は見たら、やっぱ維新と公明党は、固定票がたくさんあって、まあ結構こう、手堅く、地方議員に慣れてる人が多いなっていうのは印象ありますね。うん。なんですけども、もう維新も言うたら大阪の方ではまあ言うたらメジャーになってるんで、なかなかその、新規でこう、なんですかね、立候補して、言うたら公認を取るっていうような、党員になって公認を取るっていうのも結構難しいと思うんですよ。なので、なんかそういうハードルが低いところで、なんかできるようになったらですね、変わってくるんじゃないかなと思ったりはする。次第です。まあ、あとはあれですよね。代替わりですよね。だそういう意味で世襲議員は別に、もうなんか、田舎で世襲議員ってもう仕方がないような気もするんですけどね。結局、なり手がいないっていうところですよね。まあ、国会議員とかも結局金かかるんでね、選挙にっていうところなんですけども、それこそ、まあ、N 国党の立花さんがもう言うたら YouTube でバリバリやってたわけですから、できちゃうっていうことをもう体現してるんで、それこそなんか、真面目な YouTuber っていうんですかね、ビジネス系の、まあ、ちょっと政策とか、まあ、いろいろ語れる人で、足が使える人がなれば、それは一番いいんでしょうけれども、まあ、ね、その辺どうなんでしょうかね、わかんないですけども。はい、というところでございます。以上です。